はい、久保さん、明けましておめでとうございます。気になる男、第234話ですね、234ということで、1月1日日曜日でございます。2023年の幕開けということなんですけれども、男は責任を回避しないと、男は責任を回避しないというね、ところから、前回、2022年ですね、2020年2022年に、 これを向けてまたこれを受けてまたいろいろ考えるところがありましたんで少しお話ししようかなとお話,しお話しさせていただきたいなと思ったんですけどもね、えー、後悔ない人生は何なんだろうっていうところをやっぱり考えましたねこの自然界のこの まことこは責任は回避しないというお話の中でですね後悔ない人生とは一体何なんだろうかというところをまたいろいろと考えさせていただきましたいろいろなお話あったんですけどね、まあ、ここからいこうかなと思うんですけど、まあ、自分で人生の舵を切ると自分で人生の舵を切るそして性格は自分で決める他者の意見なんて必要ないぐらいの凄まじい決断力が必要だと。 自分で決めるということは他人の意見は必要ないんだと。まあ参考にするところはあるかもしれないけれども、あくまで参考程度で。まつ、あ、まらずそこはね、やっぱり自分の決断が必要で、えー、まあ、言うたら稼げない人と話し合わないと、稼げない人と話し合わないんだと。まあ、いうところ、そういう決断力を持って、えー 行こう行ってるんだっていうところをお話ししていただいた,いた,だいたのかなと、まあ、それがね自分の人生を舵を切ることなんだとそれが自分の性格をね形,形作ることなんだっていうことを言っていただいたのかなと、えー、他人の顔色を伺かがう人生とは 他人皆々様と同じように、まあ、自力で稼げない自力で稼げない人生を送ることを意味するとあそもそも自力でね、稼げる稼ぐっていうことは本当に大変でありますしなかなかの、なかなかかね、そういうことをできてる人がいないとかそういうところを目指してやっているんであればやはりどうしても他人の顔色をうかがっているだけではねうかがう決断をしていけばやはり 自力で稼げない人生に戻ってしまうところになる。自力で稼ぎたいからこそネットの世界に飛び込んだ。でもやはりそこに対して不安だったり苦しさから逃げ出してしまうと自力で稼げない人生にどうしても戻ってしまうよというところでございましたね。 高度,軽高度経済成長という安定が約束された時代はもう過ぎてしまいましたよともう過ぎてしまいましたそして不安定な時代ですね不安定な時代へ突入することによって突入したとだからこそ今の時代不安定な日々不安定な日々 そしてそこに飛び込んでいってその不安定を乗り,込め乗りこなす術ですね乗りこなす術を日々鍛錬していかなければいけないと日々鍛錬しなければいけないというところなのかなと当然不安定な日々に行くということはああ困難に遭遇するとそして困難に回避することも当然できますよとしかし困難をあえて選択する 第3の人生っていうお話もしていただいたのかなと当然いろんなことが人間できるわけでもないし自分ができることというのはあまりに少ないその少ない中でできることを選択していくつまり一点突破を目指す生き方ですね一点突破を目指す生き方これをしていかなきゃいけないしこれしかないんですないのかなと自分ができることっていうのは 少ないしそれを、ね、広げ徐々に広げていくしかないじゃあ自分は今何ができるのかと何ができるのかっていうところを自分で考えてそしてそれに向かって歩いていく進んでいく自分とより向き合うしかない向き合って自分ができることっていうのはこれだろうときっとこれができるだろうっていうところを向き合っていくこれしかないのかなとそして えー、自分以外自分以外の意見を採用した時自分以外の意見を採用した時にその意見や考えを述べた人は絶対に責任を取りませんよと本当にそうですよねこれ悩んだらあ大体人に今相談したりはすると思うんですけども自分で抱えきれなくなった場合はでもそうなってもその人の意見というのは責任を取らない意見になるわけですよね。 結局自分で決断をと決断、うん、決定していくしかないし自分で決断していくしかないとそしてここになるのかなと結局人生を生きるにはあ自分しかない、まあ、自分の人生ですから、えー、流される人生は楽すぎる、まあ、楽になりたいから流されたいと思うんですけどねでもそれは同時に空虚がずっとつきまとうとずっとつきまとうと、まあ、つきまとっているからこそ自分で新しい人生を 踏み出したあ、でもやはりそこに耐えきれなくなっていい、苦しむことにやはり耐えれなくなって、また稼げない人の人生の、稼げない人の話を聞いて、また元に戻ると、まあ、それはまた空気を、そしてまた空虚な人生に戻ってしまうと、ループ、まあ、ひたすらループ。 どちらかを選ぶかと、どちらを選ぶということになってくるんですけど、かすり傷を恐れて、かすり傷を恐れて、えーれてえー、安全策を取ったとき、えー、かすり傷を恐れて安全策を取ったときに、その安全策すら絶対じゃなくなったときですね、絶対じゃなくなったとき、そのリスクに直面したときには、もうもはや打つ手がないということも言っていただきましたね。まさにそれで、安全策を取る。 取った時にもしその安全策は揺らいでしまったとそしたらもう打つ手がないと全く打つ手がなくなると。ここですよね。本当に。えじゃあ今度は危ない橋を渡った場合と危ない橋を渡った場合高いリスクで高いリターンが見込めるわけですよね危ない橋を渡れば。 そうした場合って万が一にこう蓄積したリターンが何とかしてくれるかな何とかしてる可能性が残っていると安全策でいった場合はもうそこは安全策なんですけどそこは瓦解した場合っていうのはもうそこが取り返しがつかないじゃあ危ない橋を渡った場合は当然高いリスクを取っているからこそ高いリターンが来る可能性があるこれ本当に人生はこの先かなこの先、まあ、決断と責任っていうのは表裏一体 で家族の意見に従えば当然その場は一旦解決するそら間違いないそらそうですよねしかしそれで、えー、思わしくない結果が訪れた時っていう時にあやっぱり思った通りにやっていけばよかったとを言っても後の祭り後の祭り、えー、後悔し続ける人生のまま生きるしかないもうこれはもうこのまま生きるしかないわけでもう止められないともうそこで人生をまあ動かし始めちゃったら まあ納得したふりをする納得したふりをする今の力量から自分を測って自分の限界に線引きするとしょうがないですよね今の力量からしか自分の未来って想像できないんで、まあ、一旦夜明けになればもうその先の未来が描けなくなっちゃいますからね。 だから本当に責任を開始し,し続ける人生なのかそれとも責任を受け止める覚悟を決めて立ち向かう人生なのかとどちらの人生を引き受けてやっていくのかになるのか本当に後悔しない人生後悔しない人生というのは恐怖と立ち向かい恐怖と立ち向かい自分の身を危険をさらしながらそして決めた方向に向かうと。 決めた方向に向かっていく。ここになる。性格は簡単に変えれないと。性格は簡単に変えられる。違う。性格は簡単に変えられるですね。性格は簡単に変えられる。無責任な性格になろうとは明日からでもできると。ここにもつながるのかなと。自分の性格をどう決めていくのか。それは引いては自分の人生のゴールをどこに向かって、どこに決めて走っていくのかにつながっていくということ。 自分の意思を貫き通すことは困難ではあるしかしそれを分かっていながら歩んで,しかな歩んでいくしかない自分の人生自分の意思を貫き通せばそれは簡単ではない困難ではないとああ簡単ではないし困難であるとでもそれをどう生きるかというところになるのかと自分の人生の責任を回避して 他人様の会社に責任を預けることもできますといったんねもうちょっと苦しいだからこそもう,ちょっともう無理だとなので自分の責任を返して逃げることはできるんですけどもそうなったところで一瞬一瞬に本気になれるのかと自分自身を鍛錬できるのかという人に対してはいやないだろうと一回安全なところに身を置いてしまえば当然安全なところに行けるんで、まあ、そこでまあ終わってしまうというか まあ逃げてしまえば一回心がもう逃げてしまうとそこでおしまいな気がしますね本当に、えー、自分一人でやっているからこそお誰にもバックにいないからこそより精神を研ぎ澄まなさなければいけないし、まあ、真剣意味しトイレ悔しいとん稼ぐことに対してやりよりシビアになるというところなのかなと本当にこれはんそこかなと本当に 楽をしようと思えば、いくらでも楽できるんですよね。うーん、楽に逃げれば、どこまで踏ん張れるか、どこまで踏みとどまれるかというところになるのかなと、同じことをこれ次でも言ってますね、えー。楽観的な穏やかな人生を過ごすのも良いだろうと、別に自分の決断ですからね。ただし、自分の責任範囲で自分で人生の本気に行けるのも結局自分の選択次第であるというところで、本当にこうやって、 えー、自ら自分で稼ぐというのはこういう決断と悩みと困難と、うん、苦しさといろんなこの感情の渦が渦巻きながら日々を生きることになるなとおおとかく考えさせられますね本当に、えー、まさに2023年の始まりにふさわしいねふさわしいような <laughs> ようなところになっていますが。 だからこそ真剣に人生生きれるんじゃないかと思うしこうやって生きる時間っていうのは何よりも濃い人生を生きれるのかなと思いますよね楽に生きれれば楽なんであまり考えなくていいですからねこの苦しさと向き合う時間というのが自分の人生の時間としてより濃い時間になるのかなと考えますねうん。 楽,楽な時間っていうのはあっという間過ぎますけど苦しい時間っていうのは苦しく長く厳しいだからこそその時間と向き合い戦い戦っていくそれがどういう結果になろうとも戦っていくっていうところに対して人生の何か得るものがあるんじゃないかと考えさせられますねはいということで今回「気になる男第234」話こんな感じで終わっていきたいと思いますありがとうございました